二つには基礎、美徳の法の中において樹種限りをもってず称して基礎という。仏の玉悪、何ら響くもち、もろもろの苦悩を脱線と掘ってば、まさに基礎を感ずべし、基礎の法はすなわちこれ、不落安穏のところなり。基礎の人は地上に伏すといえどもなお安楽なりとす。規則のものは変動に処すといえどもまた心にかなわず、規則のものは富むといえどもしかも貧し、規則の人は貧しといえどもしかも富め、規則のものは常に御欲のために惹かれて、規則のもののために善民せらず、これを規則と名付く。今日は規則の二つには規則っていうところですね。美徳の法の中において樹種限りをもって称して規則という、これが道元禅師の注釈ね。規則っていうことね、まあ法の会議でも来られるような方はね、規則って言ってたることを知るっていうのにね、そう抵抗を持たないんじゃないかと思うんですね。しかしながらこれ本当はね、現代人としたら規則ってたることを知ってていいものかどうかってね、まあ考えるのが現代人だと思う。早い話がね、今は現代っていう時代はたることを知らない、その欲をね、まあ前のところでは小欲なんだけど、欲をうんと持つっていうことが大切っていう時代ですからね。その点ね、現代人がそういうふうに考える根本は、欲がなければ向上がないっていう、これがまあ二匹の御旗みたいな、欲がなかったらね、ちっともこの進歩がない、向上がない。でまた子どもの教育っていうことでもね、欲を起こさせるっていうの、これがみんな一苦労だ。みんな欲、子供がね、ちっとも欲を起こさない、それで勉強しようとも思わないって、それが親の悩みの種でしょ。なんとかそのちっとはその欲を起こしての勉強しようっていうね、気持ちを持たせたいっていうのが親の願いだ。そうするとね、たることを知って欲がちっともないって言ったら、また子供がね、ちっちゃい子供が、俺は足ることを知ってるし、もう俺はこれで満足だから、なんていうの、勉強もしなくてもいいよって言ってね、お母ちゃんに言うようだったら、ちょっとこれもまた問題のような気もするもんね。その点で、この辺で、ね、規則っていうこと、当たり前、まあ、声来るような人の観念から言うと、当たり前とこう思うかもしれないけど、そう当たり前じゃない。そしてさりとって今のようにみんな欲たることを知らないで欲欲って言っていても、これまた問題があると思う。それでその辺どう考えたらいいのかっていうのね、そういうお話ちょっと今日はさせてもらおう、こう思うんですね。とにかく人類がまあ今文化文明が随分進んできたとこういうことになってきて、私はきっとも進んでいないと思う。でもまあ一応文化が進んできてる、科学技術文明がここまで進んだってこう言ってるわけで、今ね、欲がなければ向上がないとこう言いましたがね、そのこれがまあ現代人の言い分だ、欲がなければ向上がない。しかしね、この向上っていうことはね、言う限りは一つの価値概念です。価値概念っていうのはね、価値観の根本になる原点っていうかな、何が一番大切っていうね、原点があればこそそれに近いものが価値があるっていうことです。そうでしょ。で全くその価値観の根本になる原点がなければ向上って言葉も出てこない。じゃあ今の時代のその価値観の原点は何か、
っていうとですね、結局欲望の満足ってことじゃないですか、現代人のね。まあ向上っていうと非常に美しい言葉だけど、その根本はっていうと欲望っていうね、欲望の満足っていうと、そういうことなんです。欲のために生きるのかってなると、ちょっとこれは問題じゃない。それはもうちょっと価値の転倒だ。というのはね、欲のために生きるっていうのがどうして変かっていう、変なことかっていうと、欲のために一生もし生きてもらったら、年取ってきて、そして病人になって、そしてまあ最後には死んでいくんだが、その年取って病人になった時、もうもはや欲っていうのはね、欲を満たすってことはないんだからね。そうすると、まあそういう人の、なんていうか、からも手紙に書いてもらうね。私はもう7時に過ぎた。で、ところが体は動かなくなる。そして死ぬのはもう目の前にあるけれど、一体これでこの人生どう考えたらいいでしょうかって、それからじゃちょっと遅すぎるって、とも言えないし、少なくとも欲のために生きてるっていうのはもう、年取ってきて病人になって体が動かなくなってって言ったらもう全く無意味。そして死ぬっていう時はもういよいよ無意味。そうすると金や地位や名声、あるいはその快楽享楽っていう、そういうものだけを追って生きてきたらですね、そういう最後の時には何のことはない。今まではこうふわふわとこう雲の上の天人でした。ところがそういう雲がふーっと消えちゃったんです。しょうがない、もう天人はですね、地上へ落っこちるのがしょうがない。天人に御水の悲しみありって言ってもね、天人がおは打ち枯らせ、羽衣も薄汚れ、こんな天人はちょっと意味ないね。天人って言ったらやっぱり美しい若いね、こう娘さんじゃなきゃならない。それがちょっともうしわくちゃになって、そして羽衣は薄汚れて、そうなったらもう落っこちるかしょうがない。そして落っこちる段になると、高く登ってや登ってるほど落っこちる衝撃は大きい。ところが今までいい思いしてきたやつだけはたちまちにして落っこちるんですね。ただこれね、だから人間が死ぬ時のどれほどの落っこちる衝撃かっていうね、それみんな大変なもんなんだと思うんだけど、それそういう統計は全く、統計というかそういう調べは全く調査がついていない。それでもうどうせ死んでくんだら勝手に死んでけっていうのが我々の感じあれだもんね。それで勝手に死なせちゃうから、老後どれほどの思いして死んでいくか知らないというわけです。しかし本当はいい思いをしてきた人であればあるほど無限の寂しさというかね、感じるんじゃない。そして一体俺はどこへ連れて行かれるんだろう、奈落のそこへでも落っこってくる気がするんだ。いやこれ心配することはないのね。世の中でもってもうやりてでバリバリやってきた人が一旦死の病に取りつかれた時へ全く哀れなっていうのはどういうもの。あれほどバリバリやって生きてきてるのにこんなに弱い人だったのかってこう思うことある。とにかくね、人間誰も死ぬんだ、死んでくんだ。この死んでく時ね、の身内であろうと身内でなかろうと、身の回りにいる人ができるだけのねことはね、面倒を見てあげなきゃならないと思う。これはお互いね、人間同士体と体と温め合うような気分で、とにかく誰でもいいから無差別にこれ俺はあれの面倒を見る筋合いじゃないの、そんなね、そんなところに権利義務言っちゃいけないんだ
どうせね、これはもう権利義務の話じゃない。人間が生まれてきて、そして死んでいくっていうのは、これはもう実物なんでね、権利義務の話じゃないんだ。その時にはもう無条件にね、面倒を見られる人が面倒を見なきゃいけないんだと思うんですがね、それと同時にね、人の面倒を見ることによって死ぬっていうことはどういうことか、また学ぶんだ。それでだからその点ね、身の回りに老人や病人っていうのがいたら、これは誰でも無条件にね、その面倒を見るっていう精神、お互いも持ちたいと思うんですね。これはね、決して人の面倒を見るんじゃない、自分の面倒を見る、自分の老後、自分の死んでいく時っていうのをね、の姿をで、それをそういうこと全くなしで、この世の中の妙理ばっかりで生きてる人っていうのはね、人間が死んでいくっていうことを思いつかないで来てるんだから、これはもう高いとこからね、真っ逆さまに落っこってくるとね、これが因果歴然っていうんじゃないかな。ただあんまりいい思いしてるやつは人よりもあれなんです。で、あんまりいい思いしてなきゃ落っこちんのもね、ちょっとその縁台から飛び降りた程度で、縁側から飛び降りた程度で済むんじゃない。これ因果歴然だ。どうせ登ってるだけを落っこちなきゃ。でその点ね、宗教っていうのはですね、何よりね、普通のいわゆる欲望の満足を最高価値とするっていうね、そういう価値観に根本的に、疑いを持つ、そこがねから宗教っていうのは出発する。いわゆる世の中の約束ごとの、その金だとか地位だとかっていうのね、そればっかり目をくらんでるっていう、これはそれのところには宗教ない。だけど実物として、生命の実物として、誰でも彼でも死んでいくんだ。これをその地盤から見直してみると、世の中の欲望の満足だけを最高価値とするっていう価値観ね、これはそれだけでいいのかなっていう。みんな人間ってやつね、俺の死ぬことだけは考えていないんだ。死っていうことを考える場合でもね、人の死んだことだけ考える。俺の死んだことは考えない。ところが大切なのは、俺が死ぬっていうこと、これをよく俺に当てはめて考えて、そして死ぬ時には何もかも投げ捨てていくんだっていう、それをよく明らかにして、それからもう一遍生き直すっていうところね。そうすると価値観が変わるんだ。その点でね、だから我々の曹洞宗でも修正義っていうのは、まず初めに生を諦め死を諦むるは仏家一大事の因縁なりって言うでしょ。要するに生を諦め死を諦めるっていうの、これが大切なんだ。で、死を諦めなきゃね、まず死を明らかにしなければ、本当の意味の生っていうのも明らかにならない。いわゆるみんなが考えてるのは単なる人類の生存であって、俺の生命じゃないんだ。人類の生存っていうのはね、5000年前にも1万年前にもちゃんと人類っていうのがいたんだ。それから5000年のうちにも1万年のうちにも人類っていうのはいるであろう。でもこれはもうぶっついてる。生まれも死にもしないのは人類。そういう生まれも死にもしない人類っていう、それの一員として俺を考えてるんだから、これは死にっこないんだ。ところが本当は俺っていうのはね、そんな人類っていう類概念の一員じゃないんだ。生まれてきて、そしてまあ長くても70、80年で死んでいくと、こういうのがね。ところが我々ね、事実また人類の生存としてでもある。でそこのところでね、結局さっき言った価値っていう
するのとね、二つの考え方があるってこと。絶対的価値と相対的価値と、ね、絶対的価値ってのはどういうのかっていうとね、思っても思わなくても信じても疑っても肯定しても否定しても必ずそうであるような絶対事実っていうの、そういうものがあります。例えば死ぬってことね、これは思っても思わなくても、俺死ぬってこと考えたことなかったってやつたくさんいるからね、それでもちゃんと死んでくる。これは思っても思わなくても必ず死んでくる。で、信じても疑っても肯定しても肯定しなくても絶対的にそうであるっていう、そういう絶対事実っていう、そういう絶対事実にね、罪清くなって絶対事実にまた帰っていく、そこに落ち着くって、これをね、真実って、真実っていうのも、私はね、中学の頃からね、俺は真実に生きるってね、その発心したんです。ところがその頃ね、その頃の真実っていう言葉使いながら真実の定義を知らなかった。真理ってやつは誰でも理性者として誰でも認めざるを得ないというようなのが真理ってこと。しかし私はそういうんじゃなくて、なんかもやもやしてて俺は真実に生きようと思ってた。ところがそれはまあ16、17の頃からそう思ってたわけだけど、この頃になってその真実の意味をはっきり定義的に言うことができるようになった。とうとう50年かかったね。50年かかって真実っていう言葉の定義をようやっと言えるようになった。それは今言う、この思っても思わなくても信じても信じなくても肯定しても否定しても絶対そうであるような絶対事実ですね。その絶対事実に落ち着くことっていうか、これが真実だ。そしてその真実っていう意味でもって、また仏教の経典を照らしてみると、仏教の経典もそういう意味で真実ってことを使ってますね。で、まあこれがこれでいいんだと思う。要するにそういう絶対事実に随順することっていうのは、それが真実っていうことで使ってる。随順っていうのね、従う。その絶対事実に随順しないでもがくことって、これがその仏教では不真実。そういうような絶対事実ですね。これはまあ生きるものは死ぬっていうのもそう。それからまだそのそういう絶対事実っていうのはありますよ。誰でも彼でもね、自己切りの自己を生きるっていうのは、これも絶対事実だ。絶対に自分がね、他人になることはできない。思っても思わなくても自己は自己を生きるより他しようがない。それなのに自分っていう実物を生きないでですね、世間体だけで生きてますっていうのはこれは不真実だ。自己、これ早話がね、私っていう、これが同僚に対しては友達っていう面がある。から妻に対しては夫っていう面がある。それから、子供に対しては親、それから上役に対しては下役、下役に対しては上役、こういうふうにね、そういうのはもう他との兼ね合いでできてる自分ですよ。ところが本当の自己の実物っていうのは、これはもう俺そのものなんでね、これが実物ね。それをね、世間体のだけしか考えられないって言うでしょ。これはね、結局不真実。本当の自己切りの自己を生きる、これがね、真実。そしてまた俺がこうなったのは社会が悪いからだって言ったら一生懸命言ってるのね。社会のはね、あれでもって俺が言ってんじゃない。社会がどんな風であろうと俺は俺の精一杯生きるのがしょうがないんだ。どこどうしてもね、自己の実物生きるっていうことはそういうことです。それからまだそういう絶対事実っていうのがありますよ。否定しても否定しなくても信じても疑っても
絶対にそうであるようなものっていうのね、これは俺はね、俺の生命は一切の他の全てのものとね同じ力で生きてんだってこと、こうなったらちょっと皆さんに分かりかねる人も出てくるんじゃないかと思うけど、事実そう、俺でも決して俺だけの力で生きてんじゃないんだ。早い話が呼吸一つでもね、この今晩寝るか寝る間にうっかりと息をするの忘れちゃったら大変ってね、それで失敗で寝られないってそんな人いないんだ。とにかくこれ大きな、ね、力に任しきって寝てるんだ。そうするとやっぱり私を生かしてくれてる力、これはまたね春になると木の芽を吹き出させる力なの。それから秋になるともみじを散らす力、それから自動車を走らせる力、あれ自動車って言うんでもジェット機でもみんな人間が作ったってね、ロケットでもあの人間が作ったんだ、人間は大したもんだと思ってるけど、あのみんなねあれただ人間が組み立てただけの決してあれを走らせるね力そのものを人間が作り出すってことはできない、ただ組み立ててちょっとこう大自然の力を利用してるだけだ、その辺よく知られたんだよね。そしてそういう大きな力に生かされてるっていうの、これはもう絶対事実なの。その絶対事実を見失って俺だけで生きてるというつもりで、俺だけがいい思いすりゃいいんだと、そういう考え方はやっぱり不信です。まあそういう意味でね、その絶対事実っていうのは、その絶対事実に頂上し随順し、そこに落ち着いていくと、でもがかない、これがね真実です。これはまあ絶対価値だ、そういう絶対事実にを対抗価値としてそれに落ち着いていくる、これが絶対価値ね。それに対して相対価値、これは一つの欲望のあるところにそれなりの価値が生ずる、こういうこと。これあらゆるものは価値って言っても、普通我々が価値あるものと思っているのは相対的価値、そしてこのあれですね、大会社の社長とか重役とか、彼がの私なんかまあそういう世界入ったことないから、課長とか重役とかってどれほど偉いもんか知らないけれど、あの社会の中じゃ偉いらしいんだね。下役なんてはもうピリピリしてるらしいけれど、なのでそれが定年間近になってくると思わず低姿勢になれって言って、これただの人間に帰る時だからねそして定年になったあれもまたぴったり正確にやるらしいから衝撃らしいけど、今までその毎日出勤中と会社の高級車っていうのか、それがシャッて毎日お迎えに参りましたって言って運転手がこうドア開けてパッて再敬礼してんだろう。それが定年で終わった翌日からたっぷり来なかったあれがまた定年過ぎたその重役さんや社長さんの衝撃らしいね。まあ徐々にやめたら知ったらいいんだろうけど、その翌日からぱったり来なくなるそれでね、その点今の時代相対的価値っていうのは、それをね絶対的なもんだとみんな思い込んでる。これがね迷信であり盲信なんだ。今の時代は迷信時代盲信時代だ。相対的価値を絶対と思ってる。これ仏教ではね、親族二体っていうのね、身体も属体も、これが絶対な、
小さいものとかね。だから属体っていうのは相対でしかない。仏教では結局どういうことをね言おうとするかっていうと、この属体っていうことも身体の基盤で見直すっていうことですね。相対的価値の世界も絶対的価値の地盤で見直すってこと、これが大切なんです。でこの相対的価値を絶対に否定しちゃうんじゃないです、決してね。その辺のところをね、今いとくの棒の中に置いて樹種限りを持ってるってこうね、そういう表現なんだと思う。要するに無制限じゃない、それを規則というんだろうね。あらゆる樹種をしてはいけないっていうんじゃない、樹種限りを持ってある程度にしておけよっていうようなね言い方をしてるわけですね。つまりね、意徳の方、これはすでに得たところの方ですね、すでに得たところの方、あらゆるもの、それは何から何まで本当は絶対の地盤からいや授かりもんなんだ。我々が呼吸してるって、息してるって、これ何ともなしに息してるけれど、これ息するっていうのもこれ授かりもんですよ。我々ができるのもね、だからまた空気も授かりもんだ。何しろ我々にとってこう生理的肉体にしてもね、これ生理的肉体にとって一番大切なものは何か、金だと思ってるから大違い。生理的肉体で一番大切なのは何しても空気だと思う。これただだもんね。そしてその次はまあ水じゃないかな。それからこれ引力っていうのも大切だしね。これ引力がないとこれ破裂するもんね。それから光でもそうだし、もういろんなね大切なものっていうのはね、みんな授かるもんばっかりです。その挙句に金なんてものは第十何番目ぐらいに大切なもんじゃない。でその点ね、我々すべてが授かるもんで、何から何まで授かってんだ、これをまずありがたいと思って、そして儲かないでですね、で今授かってる意徳の方をこっから出発して、そしてこれをいかに生かしながら生きるかですね。今は私が授かっているもの、これを生かしながら生きよう、こういうのがね大人の目だ。大人の目って大人の大人学だ。子供はいつでも、もうあれ欲しいこれ欲しいってねぐずってるでしょ。そうじゃない、ぐずらないで今授かっているものをよく目を開いて、これを生かして生きよう、こういうのが大人格。これが大人格としての規則ですね。で結局ね、規則っていうこと、これ等間規則ってありますね。まさに規則を感じて、これ規則っていうのは改めて俺はたることを知るんだってね、そのこれからねやることじゃないんだ。今私自身を生き生きした私の目で、本当に生き生きした目で私自身を 見直してごらんなさい。そうすると誰でも足りている今ある事実がある、これがね基礎を感じること。で足りてある今の事実は生き生き生かすこと。だからこれ基礎の方はすなわちこれ無楽安穏のところがない。不足の人は地上に伏すといえども、なお安楽ないと。不足の者は天道に処すといえども、まだ心にかなう。不足の者は富むといえども、しかも貧し。不足の人は貧しといえども、しかも富める。不足の者は常に御欲のために惹かれて、不足の者のために憐憫せらる。これは規則と名付くというのね。まあ、行薬行もろもろの戒名を離れて不
風景に読書名付けて行弱情という仏の玉は何だち軸弱情無意安楽を求めんと思ってばまさに海上を離れて読書言語すべし行書の人は対策書店ともに常住するところないこのゆえにまさに古種多種を捨てて風景に読書して古本を滅せんことを思うべしもし主を願う者はすなわち主の思うく例えば大樹も師匠これに集まればすなわち古説の憂いあるがごとし世間は脱弱して祝に例えば銅像の礼に溺れて自らいずること関わざるがごとしこれを本理となるまあそこで次は行弱情もろもろの海上を離れて文言に読書行弱情となるこの海上は空言となってるのねこれまああんまり普段出てこない字なんでちょっとお話しますとね海上っ て、 立身弁に尊いっていう字を書いて心乱れるという意味なんですねそれから妙っていうのね王様を書いてね王様が2つ対立してるお坊のこっち側にこう兵隊がついてるこれがね戦い構えとかね遠構えとかいうのいいですよねだからこれからもう王様同士が兵隊引き連れて対立してるっていう。だからこれはもう戦いが始まるんです。それの中に位置が立ってるんだからね。これはやっぱり位置の競り合いの位置だと。競り合って、そのなんだかんだってこうやって、それやかましい、騒がしいってこういう。で、要するに、もろもろの騒がしい、うるさいことを離れて、そして、天地の間のゆったりした私の、まあ、いつも使う言葉になる。天地いっぱいのところにね、空間っていうか、その天地いっぱいのところにゆったりという、それを行着上という、こういうのね。ところでね、このもろもろの海上を離れて、空間に読書するっていうようなことなんで、まあ、仏教の教えにもいろいろの、言葉があるけれど現代人としてはこれが一番ちょっとこう抵抗を感じるんじゃないかと私は思うんですね私なんかは抵抗を感じないけれどまあ現代人としてはねそのこんなことをしてていいんだろうかと思うんじゃないかとそれに対してねインド人はこの点は林の中に入ってね静かにいるっていうのが根本なんですでまあ仏教としてもこの空間に読書するっていうのは最も根本的な教えなんですインド人みたいに新人の中へ入ってただ静かに座禅してるインド人はそれでいいかもしれないけどそれだったら一体何のためにって少なくともねいわゆる我々としては社会っていうね働きの場があって初めてこれに生きてる仕事もあるそれは働きの場を取り去って俺だけになって、俺だけになってしまってですね。それで生きてる意味があるだろうかって。まあ、現代人としてはそう言いたいところだと。ことにね、あれですね、空間に読書って言うと、いかにもね、死ぬのただ待ってるみたいなもんね。その死ぬのに待ってる、空間に読書するっていう。それで空間読書して何するのかっていうと、ここにも出てくるようです。不法を滅せんことを思うべしとその根本を、ね、滅することところが 今までの、まあ、仏教の本、まあ、どれでも読んでおいた苦っていうと何かというと大概情欲を抑えるぐらいと解釈してるんだからね情欲を抑えるために全く山の中へ入ってじっと死ぬっていう死ぬの待ってるって
体何のために生きてるの。それで結局仏教っていうのは永世進化ってこういう言葉が出てくる。しかしこの苦悩を滅するっていうことが今の仏教者の言うようにね、ただ情欲をその滅するぐらいにの言うんだったら本当に意味ないと。この苦悩を滅するってことは一体どういうことかね。師匠会師匠とも言いますが、これなんですね。この復讐滅と不体十体十体同体とこうある。これがお釈迦様のね、教えのね、一番根本なんです。一番初めお釈迦さんが悟り開かれてから何を教えられたかですよね。この師匠会、この師匠会の第一のね、不体っていうの、これはまあ三害は皆苦しみである、もうあらゆるものは苦しみだって生きてるということはね、苦しみだっていうことなんですが、この苦しみっていうのは従来の仏教者だとね、生老病死苦なんだけれど、死苦、これは死苦というね、それから発苦っていうと愛別離苦ですね、愛する人に別れる、これは苦しみである。それから温蔵へ食って、この嫌な意地悪な人に出会わなきゃならない、これも苦しみである。それからグフトップってね、欲しいと思って求めるものが得られない、これも苦しみである。それから最後にゴーン状、ゴーンっていうのはこう体の体力が旺盛すぎてそれが苦しい。それと生老病死と一緒にして宿泊ってこういうね、まあ普通に我々でも宿泊してますってようなことは言うけど、それが元のこと。しかしこれね、この宿泊っていうのはね、今日の我々のね、問題とあんまりね食い違った分類の仕方なんでちょっとピンとこない。だから苦って言っても我々現代的に考えるっていうことは、あらゆる問題、それから矛盾、トラブル、みんなね苦だ。でまあ個人的に言えば恋愛問題もあるだろうし、それから夫婦関係の場合もあるだろうし、それから職場 の人間関係ね、それからまあ仕事関係、いろんなもんで関係あります。そういう関係において、とにかく問題があるのはみんなこの苦です。苦っていう言葉に入る。でそういう勝負っていうのはそういうもの。四には凡勝で、もろもろの前方において凡種無限、ゆえに精進という。精にして紛らず、進んで退かず、仏の玉枠何ら響く。もし勤め精進するときは、すなわち事として固き者なし。このゆえに何らにまさに勤め精進すべし。例えば放水も常に流れるときは、よく石をうがつが落とし、もし行者の死にしばしば気配すれば、例えば木を切るに未だ預からずして、しかもやめば木を縁と発すといえども、木をうべきこと敵が落とし、これを商人となるか。今ここで四つには商人、もろもろの前方において凡種無限のゆえに精進という、この凡種無限というのね、凡種して暇なし、これはいわゆる症状論部の定義をそのまんま言ったわけですね。しかし龍樹尊者はね、今度精進という意味をもっと深い意味において使ってる。それはね、仏道のために精進するのを名付けて精進ハラミ、これ要するに精進って言わないで精進ハラミともう一つ言うけれど、
これ仏道のために精進するんでなきゃね精進とは言えない、これが流儀の意味になる。またこれ道元禅師もここで正にして紛らず進んで退かず、こういう注釈をつけて、この時もいわゆる清浄仏教の人たちの意味とはガラッと違って本当の仏法の意味になって、このところの話をちょっとしなきゃな。というのはね、お釈迦さんの場合精進というのを、ことを言われた時に確かに仏法の話をされたんだけど、その弟子たちが受け取ったのはいいことに励むぐらいの意味に受け取ったわけですね。そしてもっとこの頃になるとこの精進通りというような浅い意味に受け取るようになっちゃう。これはちょうどね、大人の言葉をね、子供がね、なんだかわけわかんないのにこのどういうもんかなっていうね、思うのとよく似てんだと思う。あの私の子供の頃の歌にね、文部省唱歌っていうのあったり、夏は絹っていう歌だった。風の花の匂うかきでみほうととぎにすはやもきなきて、そのね、はやもきなきて、それがどうしても子供の頃分かんなかったね。その、はやもきなきてって、何なんだか。ある時、去年だったか一昨年だったかの新聞にね、やっぱり夏が近づいてくる、来た頃の文章にね、小さい頃、その、もきなきには苦労したなって書いてあった。母、俺一人じゃなかったんだなって、みんなね、もきなきに苦労したんだ。皆さんもきっとね、そう言われると思い当たる人はあるんじゃないかな。もぎ泣きってなんだろうって。このもぎ泣きには苦労する。ところが、学者たちがそのいろんな仏教の用語を苦労してるんです。あれみんな子供がね、もぎ泣きを苦労してるのと同じじゃない。仏法そのものを知らない。それで、あの言葉を、一体何書いてあるんだか分かんないんで苦労してるのね。その点仏教の話はともすると浅い方へ流れていっちゃうんです。決して深い方へ流れることはない。いつも浅い方へ流れてる。だから大切、我々として大切なのはいつも仏法っていう観点から見直しね、言葉の意味をこう深く受け取っていかないと、だんだんこう渦漏れて浅くなっちゃうからね、またこう深く掘り返さなきゃダメだ。その点仏教はね、学問としての厳密性とかね、健康の確実性なんていうのが問題じゃないんです。仏教としては中身の実物が大切だ。大乗仏教っていうのがね、起こってきたのもお釈迦さんの本当の深い言葉をね、清浄仏教の人たちが浅く解釈している。これをもっと深く本当の人間の本性からっていう大乗仏教っていうのは生まれた。だから大乗仏教の表現は非常に深い。ところがまたそれから以後どんどん浅くなっていく。それでまあ私としてもね、その点そのいつでも全くまっさらな仏法の観点から見直して、もっと深く掘り下げて新しい大乗仏教を起こさなきゃって。私はその点心臓がいいんだからねだんだん話はエスカレートしていくもん、ね、俺は何百年に一遍の人間って言ってるぐらいかと思ったら、だんだんエスカレートして、この前のさ、何千年に一遍の人間だったと思った。何、今度は永遠にただ一人の人間ってこう言ってくる。それでいいんだね。その誰だって彼だって何千年に一遍どころか永遠にただ一人、あなたはあなたの命でね、永遠にただ一つ生きてんだ。これ大事にしなきゃな。これがだから一切修行ぐるみの事故っていうのはそれなんですね。私はそれだから佐々木老師が亡くなった時にね、亡くなって、それから老子の言葉なんか書いてくれって言われて、まあ宿なしホックさんっていうのを書き始めたね。あれの宿なしホックさんっていうのは朝日新聞に書き始めたけど、その初っ端に何書いたか、俺はこれからのお経を書くってそれだけ心臓はいいんだから
昔のね言葉をただ繰り返してるっていうんじゃない。いつでもお経は今ここで生産していかなきゃ。仏教ってのは本当に生産していくんです。行くところに生きていくんですね。沢木老師もと言ってたもん、出家者とは自己の生活の創造である、人の真似はダメだ。これが本当だったもん。で、私が沢木老師の言葉をそのまま守ってるっていうのは、もう自己の生活の創造であるって、それだけ守ってる創造するんだから、どん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 変わっていくんだね。まあ言葉っていうのはどんどん変わる。精進っていうとね、普通はね精力的に働く、あるいは精を出すっていう、そういう意味に今精進するっていうことは使ってるわけだ。それでつまりまあ勤勉っていうような意味ですね。まあ、日本人っていうのは勤勉っていうことはいいこと、無条件にいいことかと思ってる。ところが私はね必ずしもそうは思わない。というのはね、勤勉によく働くよってやつね、大体何のために働くかって、大概は俺の我欲のために働くんじゃないのか結局金儲けするため、俺が社会的地位に良くするためですね。結局何のことはない、我欲のために働いてる。こんな我欲のために働くのを私が何も関心しなくてもいいんだもんだから私あんまり勤勉とかそういうよく働く人間のことをとても関心しない、言葉に騙されないようにしない。だから今ここで道元禅師が小にして紛らず進んで退かず、こういうことね、たったこれだけの注釈なんだけど、これが大変なんですよ。小にして紛らずって何が紛らない、純粋だって言うんですよね。それから進んで退かず、今進むってどっちなの、どっちかに進む方向があればこそ進むってことはあり得るのね。進んで退かずって進むっていうのその狙いが何かって、自己の生命、どっちにしろこれ自己入りの自己、これがね私はいつも自己入りの自己なんです、これなんです。そしてその自己は実を言うと一体主張ぐるみってこういう構造を持ってるのね。自己はそこに出てくるのが、要するに進むって言っても自分が自分に進む、どちどころでも自己切りの自己なんだからね、進むって言っても自己が自己へ進むんですよ。と自己が自己へ進む、その自己は何か、要するに子供が大人になるって言うからね、本当の意味の大人だ、大人がこれ今の進みの狙いだ。それだから大人がね、それに対して他の餌に釣られて働くやつら、これ偉そうにやれてたって何、これガキがね お芋欲しいって泣いてるのとちっとも変わんない、今度穴あめこのガキの仕草だ。それに対して自己は自己が、この自己の深さへ向かっての進みね、これがその今言う進んで退かず、精進という意味はそういう自己への進みがなきゃな、これがね大人への進みですね。だからこの大人への進みっていうのはね、また一つの二面がある。要するにこれね、方向と動力だ、これまあ進みっていうことに対してね、これちょうど大海を行くね船のようなもん、大海を行く船は羅針盤見ながら、それと同時に今ピストンでガタガタガタこうあってね、この動力があって進んでる、この2面がで、今ね動力の面がこの精進、それから方向の面がこの次で話している不毛念だ。でこの今これから話するその精進の話はそういう意味でこの動力の構造なんですね。だからね、あんまりこういう難しい話はしたくないんだしたくないんだけど、どうしてもしなきゃなんで、
で、本当は私に気分よく話すのはやっぱり面白い話って皆さん笑われてるような話好きだ。だけど、これから話する話はね、流水の話。沢木老師がね、この道元禅師の座禅は流水である、この最晩年に言われて、仏法っていうのは流水だと私は思って、この流水っていう話しながら、この精進って言っても、これだけ働いてこれだけ金もらうっていうのは、これは流水じゃないもんね、話や分かりきった話だ。ところがそれでは仏法の話にならない。仏法の話はね、一生懸命働いていながら何にもならないって話だ。それでこれ無所得の上昇人ですね。これこの話しなきゃ仏法の話にならないんだからやらせないんだ。だから精進という感じは、この無所得の上昇人の話しなきゃ仏法の話に、ところがこれが流水だからね、子供はガキどもにはわからないもんね。ガキどもにわからない話をなんとかわからせようと思って調べるのが大変だ。ほいで結局ね、その無所得の上昇人というのはどうして出てくるか、この根本構造の話ですね。だからそこはちょっと難しいけど、寝ないでよく聞いてみて、よく考えてください。このいや、だから座禅して悟り開くとか、座禅して境界ができるとか、座禅して腹ができたとかっていう、そういうそのそれは他との兼ね合いの話だね。それでまた餌がある、無所得じゃない、それじゃ一切食うじゃない、それだったら仏教の話になっていないんだ。いいですか。そうするとね、一切食うの話、無我の話で、無所得の話っていうのは、いくら座禅しても何にもならぬっていう話なんです。この何にもならぬっていうことが大切なんです。それで沢木老師がよく言ってたね、何にもならぬっていうことがわからなければ本当に何にもならぬ。これどうしてね、何にもならぬっていうことを強調しなきゃならないかっていうのはね、こういうことです。だから早田氏が、まあ、年取ってきたってことは、この死につあるときね、この死につあるときに、なんだかんだってぐずりだ、ぐずり方にもいろいろあるね、その若いものを呼びつけて、なんだかんだっていうのもぐずるの一つだ、それからこれから一旗あげなきゃっていうのもぐずるの一つだ。で、こういうぐずるも、本当はお釈迦さんに悟られたんだから、どうしなくてもいい、このままでいい。おとなしくして、それをなんとかぐずらないで、本当の生き方はどういうのかって一生懸命狙って、この今ここでぐずらないっていうね、ことを事実今ここでするっていう、これが症状の首相一の最もぐずらない根本の症状はね、座禅。これ座禅したら、これぐずってる姿じゃないね、落ち着いてる姿、座禅を標準にして、そして見直しに行った方がいい、ね、今この今日の話はとにかく、流水な話で、この道元禅師の一番大切なこの首相一のね、症状の修って、この修行の仕方が大切なんです。で、無所得の上昇人というの、これが道元禅師の座禅の一番大切なのね。それで座禅してこれだけ悟り開いたって言って、この交換条件すぐある話なら、これならもう分かるんでね、みんなもう誰でも簡単に分かりますよ。しかしこんな分からない話ね、そのしようって言うんだから、これ大変だよ。実には不毛念、また首相念となる、法を守って知ってず、名付けて少年となる、また不毛念となる。仏の玉は何ら響く、念知識を求め前後上を求むることは、不毛念に宿はなし。もし不毛念あるものは、諸々の煩悩を除く、すなわちいることは変わらず、
このゆえに何だし常にまさに念を収めて胸に置くべし。もし念を失する者はすなわちもろもろの苦毒を失す。もし念力剣豪なれば無欲の俗中にいるといえどもために害せられる。例えば鎧を着て陣に入ればすなわち恐るる心なきがもとし、それを不毛念となる。まあ、そこまでです。この不毛念というのはね、この念を忘れると、道元禅師の注釈ですが、また守正念となる、正念を守るということですね。そして法を守って死せず、名付けて正念となる。この法を守って死せず、これが大切なんです。この法っていうのね、いろいろあれですがね、結局今私は法っていう字が出てくると生命の実物っていう言葉、まあその辺が一番当たってると思う。それをみんなね、生命の実物を見失って、そして見当外れのところへ力を入れてるから、そこで間違いないです。根本はどこにあれか、その生存ボケなんです。結局生命の実物を見失って生きることだけ考えた。それはね、その自分を人類社会の一員としてだけ見てるから。その人類っていうよ、ね、人間社会っていうのはそれ約束事だってことを忘れちゃった。それ人間社会っていうのは実物としてあると思ってるんだ、みんなね。それで社会学を学んだとか、ピーも大したことのように言うけど、なれあれ約束事だ。で、本当の実物は俺が生まれて生きて死ぬっていうこと、これが実物なんだ。この実物を見失ってる。そして約束事の方を根本かと思ってる。ここが間違いの根本ですね。実物を見失わないっていうことが、我々この八大人学でいつも言うように大人の悟りですね。大人学です。この不毛念というのは本当の大人としての方向です。このね、大人としてのね、この根本方向があってこそね、仏道修行というのは続けられるんですね。私の場合ね、反対でまあ長く一人でいたわけです。30の時から坊主になってずっと続けてきてるんだけど、それをやり抜いてきたのは正法眼蔵のね、行事の巻達磨大師のね、行事を書いて、新丹書の聖来東土般若多羅尊者の教育なり。これをね、新丹書っていうのは達磨さんですね。達磨さんがわざわざインドからとっても困難して後悔三罪の苦毒相関、その風雪痛ましきのみならんやってあるからね、この3年もかかってやってきたわけですね。で、運営いくつかなりの剣道なりとかせん、淵の国にいらんとする、もうはるかに雲を煙がこう重なってる、そういうあれですね、淵の国にいらんとする、神妙を肥満凡類思いよるべからず、この命が惜しい手合いだとってもそんなことできない。これひとえに伝法愚名状の大図よりなれる行になるべし。これ伝法愚名状、法を伝える、これ大事品、大事品で、伝法の事故なるがゆえにしかあり、これをね、法を伝えるってことがもう事故の生命そのものなんだ。それから伝法の変界なるがゆえにしかあり、変界ってもう天地いっぱいの事故、天地いっぱいの事故が伝法なんだ。我々伝法ってことで天地いっぱいの行動する、そういうつもりで、ね、人実法界は真実道なるがゆえにしかあり、人実法界事故なるがゆえにしかあり、人実法界事故
の私が言う、まあ、いつも言う天地いっぱい、天地いっぱいぐるみの長ね、銀一切地獄、それだから法は年俸を無名状しなきゃならない、せずにはいられない、これが達磨さんの誓願だった。人実法界は真実道なるがゆえにしかあり、人実法界事故なるがゆえにしかあり、人実法界人実法界なるがゆえにしかあり、いずれの荘園か宝遇にあらざらん、いずれの暴風か道場をさえな、このゆえに格のごとく生来せる。もう要するにどこへ行ってどこで死のうと、どこで生きようと、いわゆるそのあらゆる縁、まあ、天地いっぱいの行動だということですね。それで、まあ、もう少し、愚名状の事故なるがゆえに興味なく不意せず、愚名状の変化なるがゆえに興味せず不意なし、だから天地いっぱいの事故の生命、そういうつもりで行動してんだから、ちっとも怖くはない。恐れはない。この文章はね、素晴らしく綺麗で、そしてこれは道元禅師が書いた文章ですかね。私団体寺で本当にただ一人でその世の中からその捨てられていた時、この文章だけで、何て言うかな、自分の命の火が熱々と燃え盛ってるの感じですね。そういう人間少ないと思ってます。しかし、そういう人間が欲しい。結局はね。